い、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。もう閉店してますけど、こちら、フェンダー社、フェンダー USF プレッションベースです。まず音を聞いてください。ですね、あの音楽をやっていて音痴とか、そういう話が出るんですけどね、これあの音程云々よりも全然リズム感の方が重要です。リズム感というのは天性のものなんですね。天性、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。で、私はあのボーカルを習ってるね、佐山由子先生に言われたのは、歌なんて下手で全然構わない。なぜならば、歌はね、レッスンすれば別にいくらでも上手くなると。ただ、ルックスと、あとリズム感はね、練習では養えないと。だね、まあ、私くんね、あんたかっこいいわよって言うからね、自分でかっこいいなと思ったことないんで、そんなに手足が長くて、ブレイブレイって、できるってことはもうステージに立てるってことなんだから、音痴なんていう自分でね、歌はもうダメだと思ってるんで、そんなものはね、いくらでも私がレッスンして直してあげられると。ただ手足を伸ばしてあげたりとかできないんでね、歌なんていうのはそのうち歌えるようになるから全然気にすることないって言われたんですね。再生さんありがとうございます。ということで今回お話ししたいのはですね、まあ誰にできるギター教室なんですが、リズム感ですね。リズム感、これはもう本当に生まれ持ってるものだと私思います。で、私が生まれ持ってるリズム感はちょっと他の人とは違うね。まあ基本1、2、3っていうのは4拍子の中でも3連で続けていくようなリズム感の取り方なんで、4拍子は割と苦手です。ベースはすごい好きです。はい、ベーシストもね、レッドシティペッパーズはね、フリーによく似てるって言われるんですけど、フリーさん大好きで尊敬してます。フリー、それではね、今回ご紹介したこちら、フェンダー社プレッションベースです。 USA 1970年のモデルでね、こんなに綺麗な個体はもう残ってないんです。貴重な一品です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time。 じゃあねー。